こんばんは。どうも、ゼロです。今回はまたまたデッキの販売動画撮っていきます。ちょっと友達が引退していってる人多いんで、自分もちょっとガチデッキだけ持ってネットデッキ売っていこうかなっていう感じなんで、はい。まあネタですけど、回ればかっこいいっていうか、面白いっていうか、そんな感じなんで、まあ、最後まで見てやってください。じゃあ行きます。じゃあ最初、ウェーブストライカーからいきます。スマホで撮ってるの見にくかったらすいません。サピエンタークが4枚。と、ゴリアック1枚。ラディッシュ4枚。チチダイ1枚。と、ラメールが4枚。アースラが4枚。リエスが1枚。トロンボが2枚。アザリアが2枚。ジャミラが2枚。ジャミラじゃねえ、ジャギラだ。なんだジャミラって。リバイブが1枚。デスゲが2枚。ハッキャが4枚。キリスティンが2枚。まあ、こちら切り札ですね。メッタギリ2枚。DNA が2枚。サンクチュアリが2枚。で、超次元。一応2枚だけつけときます。シャチホコが1枚と、プリンが1枚です。はい、こちら以上になります。まあ、値段は2000円ぐらいで見てますね。はい。では次、ドラゴンランデスいきます。はい、ジャスミンが4枚。ライフが4枚。オチャッピーが2枚。エクアイニーが4枚。ザルムス1枚。ナチュトラ2枚。ザルムス2枚。ザールベルグが2枚。ライドウ2枚。バジラズゾールが1枚。こちら結構傷あります。てか剥がれてます。と、ホワイトドラゴンが2枚。セカンド1枚。バジラが1枚。スクラップは1枚。と、ストームホールが2枚。まあ、ここちょっと遊びましたね。で、バザガベルグが2枚。すいません、噛みました。クロスネックス1枚。テラ1枚。はい、ショード4枚。ハヤブサ1枚で。で、超次元がファイナルストームダブルクロスネックスです。以上です。こちら、まあ、2500円ぐらいですかね。まあ、割とそこまで高く見てないです。まあ、デッキのカードは全部プレイ用でお願いします。で、まあ、クレームとかは、はい、なしでお願いいたします。まあ、これで動画は以上なんですが、こちらの希望はまあ、一応黒緑アシッドでも完成させようかなって思ってるんで、まあそれだけ完成させようかなって思ってるんで、一応アシッド2枚か3枚まとめてなら希望します。あとジャスティスもまとめてだったら2枚だけ希望します。まとめて以外の場合はちょっと値引きも受け付けられません。アシッドの場合は800円見で、ジャスティスは300円見で見てます。まあ、高いか安いかは、まあ、そちらの判断にお任せいたします。まあ、そんな希望をする人いないと思うんですけど、よかったら買ってやってください。で、失礼いたします。あ、すいません、最後に。できればそちらの先送りで、現金のみで、ですね。なんだっけ。まあ、いいや。あ、そうだ。送料はそちら負担でお願いいたします。はい。では、すいません。さようなら。ありがとうございました。